今、鳥取に移住して半年が経ちました。そして今は、休みを利用してね、鳥取にはなんかゴールデン、黄金神社っていうなんか3つのなんか神社があるらしくて、今ここ来てるのが、そのうちの1つ、儲け神社っていうところで、別に儲けって入ってるから、別に儲けられるわけではないんだけれども、一応このパワースポットって呼ばれてるところが黄金神社っていうふうに言われてて、なんで黄金なのかって言ったら、あとは俺が住んでるところの福栄神社と、あとはちょっと日野町に行って金持神社、金持って書いて貨物神社っていうところのこの三角形がなんか金を開運するっていうなんかパワースポットらしくて、一応それを制覇してみようということで、今これ儲け神社に来てます。で、今日はあいにくの、雨だね。三朝を通ってきているから、仕方ないかな。ちょっとガスが足りるかがすげえ不安。始まりましたね。で、始まったね、この儲け神社の名物267段かな。それの今階段登ってます。一応あそこからテクテクまだ歩いてきたんだけれども、一応台風が行った後だから、あんまりいい時期ではないけれども、これぐらいしか時間がないということだから、しゃあないよね。そして267段、さてどうなることやら。そしてこれが、なんだろう、入山確認っていうか、入山なんとか書、なんとか箱みたいなちっちゃい箱があるけど、幸せになる12のヒント、何はなくても両親に感謝、親孝行、孝行、ヒント2、兄弟はいつまでも仲良く、友愛、夫婦の和、信じ合い、包容心、自分の本意は嫌われるから謙遜、すべての人に愛の手を博愛、進んで学び職を身につけて、これまさに俺にぴったりだよね。知能啓発、ちょっと暗いけれども、始まりました。こっからが267段のあれだね、名物階段になってるわ。じゃあちょっと行ってみるかな。いや、でもすごい、なんだろう、いいところで、雨なのがちょっと残念だけど、なんか水の音がすごい心地よくて、そうだね。あとはやっぱりこういうところでなんか内省をしないとダメだし、なんて言うんだろうな、やっぱり流され来ちゃったけれども、鳥取ね、今住んでるところで移住をねすればいいけれども、移住をちゃんと成功させるためにも、やっぱりね、自分と向き合わなきゃいけないし、この段階、あとはその願をかける、やっぱり願をかけるときにも、なんか自分がはっきり何を願えばいいのかっていうのは今まだにね、分かってなかったからね。やっぱりそこら辺をはっきりさせてから願かけないと、何やってても無理だよね。お願い事がないっていうことは、自分になんかね、実現させたいことがないっていうことだから、それじゃね。いやー、でも本当は儲け神社っていうのは儲けるための神社じゃなくて、単純に、その神社の由来っていうのがあるから、なんか昔テレビでやったらしくて、それの影響で鳥取にも観光でお金を落とすっていうような感じで、県が主導でそういうふうになんかね、広報したんだって。だからあんまり儲ける神社っていうわけではなさそうだね。まだ200段登ったっけ？数えてない。いやー、多分この先は本殿かな。なんかピューピュー水が出てる。これで手とか揺するのかな。
まあ、ちょっとも登ってみて、まあ、あとはあそこの、ここはすやべえ、結構ね、苔生えてて、滑るね。まあ、これ、由緒記。アマテラス、オオカミ。まあ、ちょっとごめん、読めないな。でも、まあ、儲けとか、そのお金に関する神様なのか、っていうと、なんか違う気もするけど、多分それは違うな。まあ、これは、うん、どういう経緯でこれができたかだけれども、ちょっと字が読めなくてすまん。はあ、まあ、登り切ったっぽいね。ああ、でもいい霧のかかった景色だね。これがもう、中宇治市、中越市。うん、読めない。はあ、これが儲け神社。でも逆にな、横島なことを言ったらダメよね。うん。まあ一応くるっと回ってみると、天照大神、家庭平和、大山、水の神、山の幸、海の幸の神、宇賀の御玉の御子と、まあ、これは金運と健康の守護の神。まあ別にネットで騒がれてるほどさ、儲けたいとか、お金がどうとこうのこと、っていうところではないんだよね。やっぱりその、ね、ネットで何かが一人歩きして、まあ、変な感じになったっていう感じだよね。で、この裏にあるこの、なんかこれ、ここになんか本体があるのかな、神様の。なんかこれずっとね、ある作りだけれどもね。おっと。ちょっとスズメバチの巣があるのか、なんかブンブン飛んでるから、ちょっと早めにお賽銭を済ませていこうか。はい、まあ一応これで、黄金神社、まあ一応金をものすごくアップさせてくれるっていう、鳥取の三大金パワースポット、福栄神社、鴨地神社、儲け神社を、まあ、回ってみました。でまあ一応地元の人に聞くと、やっぱりその地元の人たちが本当のことを知ってるし、特にあの福栄神社とかはね、正直な話、あれはなんでかって言ったら、福が栄える、福市とか、とにかくあの福っていう字が地名がね、日南町っていうのは多いんだよね。で、まあそういうこともあって、なんか縁起がいいなとか、験担げるなとかっていう、なんだろう、まあこういう根拠のないものに対して、あのメディアが取り上げて、それで結構人が来るようになって、まあそこ神社のところだけは、まあお金が落ちるようになって、まあそれはそれで良かったけれども、実際にその、何のための神社で何を祀って建てられたのかっていう、その、根本的なとこがちょっとあの本末転倒になっちゃってるっていうところは聞いたんだよね。あ、だからやっぱりそれは、うん、そういうなんだろう、ズレもあるのかなとは思うんだよね。まあ逆に人が来るようになって、まあお金が落ちるようになって地元が潤うっていうのもまあ一つだよね。まああとは移住をしてきて、まあこうやって地元を知っていくっていうのもまあ面白いかなって思いながら、まあまたブログ更新してます。じゃあ見てね。